用車が来たから来たって言われたらね、もうどうしようもない割と。確かに。よろしくお願いします。ご飯食べるんでサイファーします。サイファーちょっと飯取ってくる。 A few minutes later。 信じられんなこれ。 Uber で弁当買ったんだけど、弁当縦に入ってんだけど。あのさ、縦はイカれてない、さすがに。縦はイカれてるだろ普通に。綺麗に詰まってて縦に入ってんのよ。斜めとかじゃない、縦だよ縦。これだと犯人側があんまりに面白くないか。1台出ます。この銀行ごと大丈夫そうなんで次行きます。宝石店にサイファーしてます。3番カメラで見てます。2.6 キロでちょっと遠いな俺。俺もそろそろ着くかな。北か南かかったら教えて。今ナチ逃走中です。ナチ逃走中。下どっちかわかる？現場から動いてない。あんまり現場から動いてないよ。なんか徒歩らしいから結構近くにいる可能性ありらしい。ちょっと今、今ちょっと ご飯中だから会ってかけてもいい？はい。もう一号棟ぐらいしといて。すいません。馬で来てる場合、馬で銀行強盗しに来てる場合って道路交通法違反になりますか？馬って車両扱いなんかな？いや、そもそも馬って速度超えてるの。超えないんだったらならなくない？道路交通法違反。わかんない。うちら乗れなかったから速度もわかんないけど、まあ、絶対に出ないね。120は出なさそうだけど、まあ一旦返してあげたら。大事な馬かもしれないし。馬って人引けるの？誰かウルカさんと近くにいる？宝石店人の声する。今サーバルで監視してます。あの暇な人、今から宝石強盗アカリンがするらしいです。ああ行きました。行ってる。いつでも行けるよ。発砲はしないで。オッケーです。エイザーってどの段階で撃っていいんですかこれ？エイザーは結構緩めでもいいけどね。怪しいなって思ったら撃っていいんですかもう。警告とかなしで。じゃあ盗むよ。いいや盗んで。盗ん、1個目盗んだ。うん、もう無限に盗んでいいよ。でいいよ。絶対誰が来ても撃ち殺してね。わかった。でもその前に逃げよう普通に。いやでも撃ち殺さないと逃げれないから。いや。警官が前に来る。いいキーで盗むんだよね。そういいキーで盗む。これいいキー押してもなんかいけないな。いや、大丈夫。ショーケースの前に立って、いっぱいそのガラス割れるから、大丈夫、安心して。Your weapon is... あ、なんか、Your weapon is not... うんたらって出る。すでに銃持たないといけない。あ、なるほどね。銃を構えながらやらないといけない。じゃあ、始めるね。はい、大丈夫です。しました。宝石強盗。待って。ちょっと。目の前で宝石の箱殴ったんで。殴ってない。この人目の前で殴りました宝石のショーケース。ミッチーさんと連絡取ってました。はい。来てもうちょい応援欲しいかも。いや、ちょっと。シャカさん、取ってない。俺取ってないよ。あ、じゃあ連絡をね。
撮ってはない、ミッチーさんは実際撮ったけど、ミッチーさんと連絡取った人、僕がご飯食べたら、いや、待って、まだ盗んでない、盗んでない。ああ、ちょ、金さん、金さん、釈迦さんに聞けばわかる、釈迦さんに聞けばわかる。え、あかりん、ちょっと乗れる、これ助けるよ、今俺。何言ってんですか。助けるよ釈迦さん。ミッチーさんが釈迦さんに聞けばわかるって言ってるんですけど。何、ミッチーさんが釈迦さんに聞けばわかるって。あの、金さん、俺、罪に問われないですよね、これ。ではちょっとね、どうだろう、はい、多分そ、まあ、まあぶっちゃけあかりんはもう僕が目の前で全部見てるから、その殴りかかってるの、ショーケースに今から始めるね、うん、バリンってやろうとしてるのを全部見てたから。僕、ミッチーさんの車に乗ってここまで来たんですよ。ちなみに、ミッチーさん入ってなくて、ミッチーさんとのやり取りは僕が聞いてる場合って、ミッチーさんの扱いどうなります？来たわ、ミッチーさんにやれって言われたんです。いや、あの、釈迦さんに行けば分かるっすよ、カナエさん。どういうこと？許してよ、カナエさん。なんであんなとこいたの？ちょ、カナエさん、ちょっと向こう行って。いやいや、あ、わかりました。ん、僕ね、ご飯食べてた。そこで四つん這いになりながら。四つん這いになってたよ。なんか、僕が窓割った瞬間、カナエ、二次三次っていう字がニュッて出てきて、どこでご飯食べてたの？ここでご飯食べてた。どこ？こんなところでみんなと食べようよ、かなえさん、ご飯ぐらい。みんなと食べた方が楽しいって。こんな隅で一人で食べて。はい。この店の中に入ってきてガラス割ったの誰？あかりんさんっす。みっちーさんに言われました。みっちーさんとあかりんさんが電話で、あかりんがみっちーさんに手順を聞いてるのは、僕聞こえてたっすけど、ああ聞こえなかったことにもできます。釈迦さん、そんなに視野が長くなっちゃって休んでますか？休めてますか、釈迦さん。まあ聞かなかったことにっていうか、まあ手順を教えるっていうのはさ、まあ確かに別にネットとかで調べてさ、そう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 、なんかその、まあ、本人がやりたいっていうのを手助けしてるってことですかね。そう、マジそう、本人と釈迦さん繋がってんな。あと僕、殴られて頭痛いです。癒着してんな。殴られた。僕、あの、あかりんに殴られてて。殴られた。殺人未遂だろ。ご飯食べてて覚えてない。あかりんちゃん、どういう話だったの実際は。かなえさんに正直に話していいですか？うん、あの、交流は取んない。正直に話してくれたら。僕、今もみっちーさんに、あかりん、あかりん、聞こえるって言われてるんですけど、顔写真を撮って登録して、みっちーさんに、うん、突然車に乗せられて、もう、で、美味しい話があるよってことで、じゃあ一緒に合コンしようって乗って、お金手数料取ったら大丈夫。ここに連れてこられたんですよ。僕、右も左もわからないで、ラジオで、あれやって、これやって、あれやってって言われるかもましてたら、この絵さんがミュって一面から入ってきました。何してるかちょっとわかんないです。どこだ？じゃあ、釈迦さん、これ。宝石ごとで、ああやっときます。オッケー、情報代、情報代くださいよ。ああ、そうです、了解です。言ってないよね。何ですか、情報代って。なんか宝石店に入るっていう垂れ込みもあって、実は。え、もう一回言ってください。宝石店に今から強盗が行くっていう垂れ込みもあったんですよ。はい、はいはい。応援にいらなさそうな現場。それ男の声でした。いや、僕はあの人から、釈迦さんから聞いたのかな、から誰かが聞いてるから。はい、多分ね、これ憶測ね、これは僕の想像の話ね。ミッチーさんがあかりんに教えるって言って、それを釈迦さんに連絡して、あかりんが捕まってバカにされるっていう図だったんだと思う。なんかさ、この、かなえさん、僕、あまりにもかわいそうじゃないですか？あまりにもかわいそうだよ。まあまあ、かわいそう、実際。本当にかわいそう。そうだね、僕まだ、うん、ここダイヤゴーリーが悪いことかもわからないぐらい、うん、ぶれないんだ、わかんなかったんですよ。いや、わかるよね、わかるよね。いや、もうそん
どれに当てはまるの？これは強盗罪、プレイヤー殺人および未遂。かなえさん殴っちゃったのはごめんなさい、びっくりしたんですよ本当に。あれは殴ろうと思って殴ったわけじゃない。650万本当は。えおいおいおい、こいつも捕まえてくださいよかなえさん。大丈夫ですかかなえさん、乱暴されてないですよね。一発なんかびっくりして一発ぶん殴られたんで。おい殴るは？殴られたぐらいは硬質ぐらいのにしといた方がいいか。お前殴ったの？早く失せろよお前。ちなみにこの人銃持ってますよ。これあの銃刀法違反なんでガンライセンス多分持ってないです。この人に倒されました。ガンライセンス持ってない。ちょっとショーの中でゆっくり見てきますわ。ありがとうございます。カナエさん、僕悔しいよ。僕悔しい。弱者はこうやって。アガリンさん、ギャング入ってる？46。あ、これ届いてないです。ギャング入ってない場合って場所わかんない？アカリンの位置他の人にバレる？これ店舗ごとトトミックス？ミックスでトトミックスです。アカリンの位置って他の人にバレる？店内います、店内隠れてます。なんでか店内でしゃがんでます。気をつけてください。もうバカだこれ。マスター僕救急隊だから救急隊の人に当たれるかも。ダメか、山に話してあげようと思ったんだけど。あっバレちゃうか。これはあのね、悪事するときあんた大金にしなさい。大金状態に。え、かなえ、わかりました。え、かなえさん、あの警察署で腐ってないのはかなえさんだけだ。言わないでね。なんて優しいんだ。請求したことにしといてね。言わないでね。一回警察署に行くけど請求され、しないけどしたことにするから。かなえさん、なんて優しいんだ。ねえ、あの釈迦さんギャングとズブズブじゃないですか？あなたの上司の。まあ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 、そういう人もいる場合もあるけど、僕証拠見てないからちょっとそこはね言及できないけど、うん。これ、はい、穴の上からっていい？これ、はい、僕カナエさんの優しさに触れれなかったら、はい、本当にすさむところでした。この世界本当にやるでした。よかった。誰か一人で、はい、活動してきている。気をつけてね。ありがとう。気をつけてね、カナエさんも。うん、ありがとう。わかった、じゃあ大犯罪起きたから行ってくるね。はい、今一人になりました、今一人になりました。ゆかさん来てもらっていい？どこいる？穴の上にいる、今。穴の上いる。僕、下の道路。ありがとうね。他の人現場買って。ちょっとね、さすがにかわいそうだった、本当に。A few minutes later。本当にアカリン、何してる？何してる？俺がアカリンのことを追いかけてたら、なんかアカリンが事故っちゃって壁にぶつかって、うん、それでカルビがユニオンフェイスだと思ってアカリンのことを撃ち殺しました。本当にアカリンは違う。 OK OK。 20 minutes later。事件ですか、事故ですか？事件です。もういいみたい。どうしたの、あかりん？いつもいじめられてるね。ねえねえ、うん、誰に殺されたと思う？なんでひなの呼んでるの？ひなのだって思い出して、今日の一連の流れ。誰に殺されたと思う？みっちーさん、かなえさんの、はい、セリーがさ待ってくれてるからさ。みっちーさん事件です。流れていい？かわいそう。私に請求出していいから、あかりんもあいつ指名手配して来るんじゃないの？指名手配してください。セリーがちょっと待ってていいよ、めんどくせえから。なんかその状態でさ頭打ったら銃創つくの？かないと思う。つくんじゃない？打ってみて。ちょっとあかりん試してみていい？あかりん実験体かわいそすぎる。もう僕ボロボロだよ体。かわいそうにね、あかりん。打った打った。どう？車に引かれて入ってないよ。ちょっと待って、これかなかなと被ってる。待ってね。カナエさん、悪いことしたの？違う違う違う、してないわ。ミッチーさんに、ミッチーさんに粘着されてる、今、あかり。また粘着されてんの？ミッチーさんに。だから、ミッチーさん、あかりのこと好きなんだよ。そうだよ、好きなんだよ。やっぱ好きな子はいじめたくなるタイプなんで。そうそうそう。好きだからって、そんな小学生みたいな理由で、あいつは殺人までしてるんだぞ。カナエさん、助けて、警察で。現行犯見ないとね。まあそうだよね。カルビちゃん、何？
じゃあ、みちいさん見つけたら銃撃っていいよ。わかったよ、うん、分かった。あ、ほうやさっき僕を撃ったみたいにしてわかったよ。あれ、みちゃん一位ボコボコにしておむよ。お金さんに300万請求するんじゃない。ボコボコ、みちいさんをボコボコにすることでこの世界は平和になるから。わかったよ。300万ずつ請求終わってないんだしな。ボコボコにしとくよ。ほんで、メトはね、アルファさんにしたんだよ。友達だよ。友達だよ。じゃあミッキーさんのことは頼んだよ。